この収録がですね、11月の9日の収録なんですけれども、うん、この時点で今シーズンのズバリ日本シーズンですね、対戦カードとできれば勝敗まで予想していただきたい。11月9日収録ですって言って本当はもうもっと過ぎてたら一番いいんだよね。インチキじゃないようにちょっとこれ映しときますね。11月9日4時26分これもなんとかできるだろうとか言わないでくださいよ。僕はもうはっきり言ってジャイアンツやる気すげえぞって感じしましたね。タイガースの試合見てやっぱり短期決戦慣れてるし、短期決戦ってこう調子がこうバイオリズムでいうとグッと上げてたチームが勝つんですけど、明らかに阪神の方はこう受け身だったし、まあ同点でも勝ちだよっていうゲームをなんか勝たなきゃいけないみたいなのでバントすりゃいいのになっていう盗塁させてみたりだとかなんか焦ってた感じがあったんですけど、その辺はねうまくこう巨人の方は原監督がすごいタクトをもうやることなすことうまくいったよね、うん、4番だろうとなんだろうとバントさせたりいろんなこともバントも含めて守備も含めて全部うまくいったし、早めの交代これ早いんじゃないの、いやいやもう CS は関係ないですからね、調子悪いと思ったらスッと変えた方がいいの。レギュラーシーズンはちょっとかわいそうだよ、それはもうピッチャーとしてはもうかわいそうだなと思ったけど、あれでいいんですよ。だからそういう意味ではヤクルト戦もね、まあ体が出来上がった状態で選手たちも気持ちも乗った状態で挑めるんで、最初の2試合ポンポンと勝った時にはもう巨人がいっちゃう可能性あると思うんですけど、まあ一つその2つの中の一つヤクルトが勝つとヤクルト俺行くと思うんですよね、うん、ただ巨人は亀井を日本シリーズで連れてくって、これねすごい、なんかその美談っぽく聞こえるかもしれないけど選手たちマジで思ってると思いますよ。やっぱり最後のこう花道をしっかりとした舞台で遂げさせてあげようみたいなのが1989年中畑さんが引退するときにそんな感じがありまして、セ・リーグ優勝決まるときに中畑さん代打で出てツーベース打ってセカンドスライヘッドスライディングしてベンチすっげえ盛り上がって、もう球場全体もまあ涙みたいな感じになるわけですよ。もうこれが見れないのかってなったんですよ。で日本一を決める試合の第7戦代打中畑清ピッチャー吉井出てきてホームラン打ったんですよ。おおってなんだ、やっぱり僕らも中畑さんとまだ一緒にやりたいとか、ファンも中畑さんのプレー見たいとか、なんか同じこうダブル部分がちょっと感じたんですよね。巨人が行った時には多分亀井来季組閣として残るんじゃないかなと俺は思ってるんですよ。コーチとして残るだろうというぐらいこうやっぱり野球に対しても非常に真摯に向かっている選手なんで、ヤクルトが2試合のうち 1,2 戦で1つ勝ったら僕はヤクルト行くと思ってるんですけど、2つ負けたらポンポンと取られた場合は巨人行っちゃうと思います。まあそれは当たり前だろうと言うかもしれないけど、なぜかと言ったらその今の雰囲気、これは勝ったからじゃなくて亀井をと長く試合をやりたいっていうことがなんかで、まあもしかしたら岡本が間に合ってなんていうことになってくるとね、なんか巨人にいい材料ばっか出てくるんだね。うん、現時点でどちらかと言われればヤクルトですね、うん、ヤクルトですね。なぜかというと 1,2 戦どっちかヤクルトなんとかしそうな気がするんですよね。ただ2戦目がね菅野なんですよね。1戦目山口ということは初戦をまず山口で、ヤクルトが勝った場合は意外に早い決着で終わっちゃうケースもあるかもしれないけど、1戦目山口勝つと菅野が勝つ確率、この間のピッチング見てると確率高いですから、僕の予想通り巨人が行っちゃう可能性あるんですけど、
まあどっちかって言われたらあのヤクルトって言っちゃうんだよ。なぜかというとやっぱりかあのあれ貯金がないチームが日本シリーズはちょっと行きづらいよ。なるほど、うん、残念ながら僕も巨人 OB でまあ行ったら行ったで応援しますよ、はい、でもヤクルトが行って順調に行ってくれる方がなんか気持ちすっきりするかなっていう感じがします、はい、じゃあパリーグ、はい、パリーグはもうロッテもいい戦いをしてますけどやっぱり山本由伸という大黒柱がいるチームはやっぱり強いと思いますよ、うん、で山本を打った時にはロッテにもかなり確率はあるんだけど、だからオリックスの非常に懸念材料はやっぱり CS、まあ、ファーストラウンドを戦ってないっていうところで、うん、1戦目落として山本で落とすとあれやあれよってなるうちにこれもう終わっちゃったよってなるケースもあるから、まあ、その辺だけですね、うん、だ1戦目でグッとこ うまく試合に入れて勝てたらすんなりこちらも行くかなと思う。でやっぱりうん、CS は僕はあっていいと思ってる人間だけどやっぱりちゃんと勝ったチームが行ってほしい。となると今の予想ではヤクルト対オリックス、ヤクルト対オリックス、面白いと思いますよ、はい、うん、まあ、ここ数年やっぱりこう、まあ、パリーグのチームがこう、いやもうだってさ昨年最下位のチーム同士よ、すごいじゃん。これねやっぱりその大変さたるや、やっぱり VQ の最初の長嶋さんがそのなんか VQ じゃなくて長嶋さんが1年目最下位から優勝した時その大変さがやっぱりすごくて伝説になってるわけじゃない、まあ、当然すごいキャンプをやったっていうのもあんだけど、まあ、それはやっぱりお互い両チームともそこから這い上がっていく、だからこれからもそういう見方ができるじゃん。だからもうどうせダメでしょって、僕なんかもう本当予想オリックス最下位なんて結構毎年してたぐらいなのでめちゃくちゃそこを覆してくれてるわけだから、そういうのがあるってことはね、まあ、でもオリックスが勝つってことは来年もしかしたら新庄あんじゃねえのとかね、いうこともつながるかもしれないし、まあ、そういう意味では最下位同士の頂点を目指す戦いもちょっと見てみたいんで、はい、順当通り行きそうな気がします、はいはい、でそのヤクルト対オリックスだと、まあ、ここ数年パ・リーグのチームが勝ってますけど、はい、どちらにこう日本一の、まあ、山本だな、1戦目6戦目166戦目もしかしたら俺も中継あるかもしれないんだよね解説ね、しっかりもつれてもらってですね、まあどういうカードになるか分かんないんでまだ解説の方なんか全然分からないんですけど、そういうのを含めてねなんか市場も挟んじゃうねなんかね、まあオリックスがなんかちょっと有利かなっていうぐらいこうスーパーエース4ヶ月連続 MVP、うん、今日も月間 MVP 決まりましたよね、はい、すごいよね、はい、やっぱりちょっと YouTube なんでビシッと当ててちょっと伝説を残したいぐらいなんで、うん、何勝何敗でオリックスが勝つみたいなことを、4勝3敗オリックス、最後の最後までもつれて、うん、まあ両方と屋外チームです、うん、寒いよ今までにないこうなんか11月の終わりでしょ、そんなとこまで野球みんな見たこともないけど、なんか今年はそのオリンピックもあって、防寒着を着たこんな長いあのハイネックとか着た選手たちを見れるかもしれないんでちょっと楽しみですね。4勝3敗オリックス、